くわばたのクスクス子育てママトーク。今回のテーマはですね、虐待の中でも虐待をなくすにはというのをテーマに、今回もコウソさんにお話を聞きたいと思います。お願いいたします。お願いします。これ虐待をなくすにはって分かったらね、もうオレンジリボン運動なんてなく、もちろんオレンジリボン運動がなくなることが一番だと思うんですよ、イコール虐待がなくなってるっていうことなんですから。でもそれがなかなか難しい。でよくいち早く189に連絡したら、その虐待を見つけましたとか、そもそも189に電話したらどういう人が電話するんですか？自分が虐待してる人も電話してもいいの？あ、いいんです。はい、もう私これ以上止められないのもあるし、あとあそこの家虐待してるかもしれません、知れませんでもいいですか？知れませんでも大丈夫です。はい、例えばどのレベルでかけたらいいかなと思うんですけど、ね、悩みますよね、でその189だけ、あのシャープとかいらないんですよね。189だけかけて、で今おっしゃってくださったように、いち早くって覚えればいいんですけれども、それがあの児童相談所虐待対応ダイヤルっていうね、ものなんですね。それ24時間24時間です、24時間で、あとはその、児童相談所って今ちょっとあの増やそうとしてるんですけれども、1自治体に1個ないんですよ。児童相談所が一つの児童相談所がいくつか の自治体をこう束ねるっていうですね、っていう風になってたりするので、だから自分 その暮らしてるところ の児童相談所がどこがその管轄かっていうのがすごい分かりづらいですね、っていうのがあったので、共通の電話番号にして、でそこにかけると、最寄りの児童相談所にその連絡が行くっていう仕組みになってるわけですね。でそれがずっとあの通話料有料だったんですけれども、去年の12月から通話料無料になりましたので、ぜひね、ご連絡いただきたいんですけれども、でそれは本当にね、私が、いろんなところでお話しするのは情報提供、はい、連絡してくださいっていうふうに言ってるんですね。でやっぱりね、川端さんおっしゃったように、虐待かなとか、なんかこれは言った方がいいのかなとかすごい迷いますよね、でもやっぱりでもしつけかなとか、すごくね迷うと思うんですよ、ただやっぱり私はいろんなところでお話ししてる時に、その違和感を感じてるわけですよね、多分。もうそれがちょっとこう極端に連絡した方がいいかなって思うレベルの、なんかこうね、すごく怒鳴りつけてたりとか、もういかにさらっていうのもう逆上したような声が聞こえるとか、やっぱりそこでその心配の様子が見られるから、連絡した方がいいかなって思うんだと思うんですよ、だからそこはもうぜひですね、本当にね打ち消さないで、情報を伝えるっていうことで連絡していただきたいというふうに思うわけです、例えばね、その時にかけにくい一つとしてね、もちろんかけたいんですよ、その早く助けたいとか。でももし全然違うかった、たまたまそんな怒る日もあってとか、多分私がかけるんやったらよっぽど毎日のように聞こえてるか、バチバチ音が聞こえてるとかだと思うんですけど、こっちの情報が漏れないんです。それでも怖いんです。あの人が電話して私のとこ来て、めっちゃ嫌やねんけどって、こんなんなってって言われたらどうしようっていう人もいるんかなと思うんですけど、でそれで189というのは、24時間つながりますし、あと守秘義務も守られるということで、本当に匿名で、連絡するっていうのも OK です、でそして要はその虐待じゃない場合もね、もちろんあるわけですよ、でもそこはやっぱりその、その違和感というか心配な様子が見られたから情報提供してくださるわけですね、でそれで要はだからその虐待かどうか判断するのは児童相談所というんですね、で その通告があって、その内容とかにもよりますけれども、これはちょっとやっぱり子どもの安全を確認した方がいいだろうということになれば、今一応全国で48時間ルールっていうのがあって、子どもの安全確認をしましょうみたいな形になってるわけですね、でもそこで全然ね、その虐待とかそういう感じじゃなかったですよということであっても、でも何らかね、そのやっぱりこうなんだろうな、子育てで、いやもう本当夜泣きがもうひどくって、もう私も全然寝れてなくって、もう本当になんか
ちょっとイライラしたりとか気分がすっごい落ち込んでとか産後うつとかね、みたいな可能性もあるわけですよね、はいはい、すっごい困ってらっしゃる、うん、であればやっぱりそれはあの行政から、うん、あの本当にねあの情報提供するとですね、うん、あの行政から大丈夫ですかとか、あの子育て困ってないですか、うん、っていうふうに行くわけですよ、うん、で通常、まあね、黒田さんもそうだったと思うんですけども、うん、赤ちゃん生まれた後で、うん、まあ、あの保健所にハガキとか出すと、うん、あの保健師さんとかがあの助産師さんとか来てくれるやつがありますよね、はいはい、その時は行政から来てくれるんですよね、はい、まあ、自分で来ていいよっていう、ね、うん、連絡をすることもあるんですけれども、うん、でもそれ以降は、うん、あのね、周り向こうからあの行政の方から、あ、皆さん子育て困ってないですかって言ってコンコンって来ないわけですよ。ない来ない、うん、だから逆にね、もう本当にあの児童相談所の方ともお話しするときに、はい、私はあの、ね、まあ、虐待死とかが起こると、うん、児童相談所何やってんだとかね、いろいろそういうね、なんかあの話もね、あの罰心的なことはありますけれども、うん、実はそうやってつないでくださったおかげで、うん、あ、じゃあね、あの今度保健師さんとね、あの相談してみますかだったりとか、うん、あるいは今度こういうね子育ての講座があるので、うん、受けてみませんかだったりとか、うん、あとは、まあ、いろいろこうあの、ね、あのママも疲れてるんであれば、うん、なんか一時預かりとかファミリーサポートとか、うん、こういうねあの制度が、あのサポート制度があるので、そういうのを使ってみるといいんじゃないですか、うん、ということで情報提供がされたりするわけですよ。でそれによってやっぱりもう本当あの時いっぱいいっぱいで、うん、なんか児相の人来てくれて、うん、もう本当にあれあそこで来てくれてなかったらもう本当私何してたのかわからないっていうね、話もあるんですよ、はい、ただやっぱりねそういう親御さんってそんなこう情報発信力はないね、うん、あんまり弱い方もいっぱいいらっしゃるので、うん、やっぱそう良かった話ってなかなか流れないですよね。本当たくさんあるんですね。そうなんです。私は児童相談所に電話をしたら、うん、もう子供が危ないということでその人たちが子供と親を引き離すっていうイメージしかなかったんですよ、うん、命を守るために、うん、もちろんそういうこともたくさんあると思う、うん、時と場合に、うん、でもそんな子になんか今産後うつじゃないけど悩んでるんだったらって紹介して、うん、つないだりとかね。じゃあそのためにも本当に、うん、電話をいち早く189かけるというのは大切っていうことなんですね。そうですね。だからちょっとこっちの勘でちょっとこれはちょっと違うなと思った時はもうすぐに本当に電話した方がそこのママとかのためにもいいってことですね。子供を守るというよりもママも多分これ以上したくないのにやってるところもあるから。そうなんです。そう、もう本当にね、そういう方もいらっしゃるんですよね。もう本当にこれ以上もうなんかね、あの連絡あの誰も来てくれなかったら、うん、もう 手が止められなかったっていうね、うん、方もいます。だから自分からね SOS 出せる方はいいんだけれども、うん、多くの場合はやっぱりそのあ今日もちょっと叩きすぎだったって思うけど、うん、やっぱりそれなかなか言えなかったりとか、うん、でその悩みをね、うん、悩みもなんかこんなことで私悩んでて、ね、こんなこと言ったらなんか恥ずかしいみたいないろんな思いもあるじゃないですか、うん、ある、うん、だからこそやっぱりね虐待って本当にお家の中で起こってるので、はい、でそれであの 親もちょっといっぱいいっぱいでギリギリでそういうついついっていうのもあるし、うん、で子供の方もやっぱりの私が悪い子だからもう殴られてしょうがないとか、うん、もう閉じ込められてもしょうがない、私が悪い子だった、ね、うん、っていうふうに思っちゃうわけですよね。周りの他のねあのご家庭の様子とかは知らないので、なんか閉じ込められたり叩かれるのも虐待じゃなく私が悪い子だからさ、うん、だからされてるんだって、ね、自分を責めて、うん、そういう風になってのが当たり前になっちゃってるんで、だから周りの方が気づいてっていうことがまずはすごく大事ですね、うん、そのね虐待をなくすには189に電話するっていうのも私一つだと思うんですけど、その前段階、うん、もっともっと虐待を見つけて虐待をなくすには私できることって私たちにできることって何かあります、うん、って思っちゃうんです。それはやっぱりあのたくさんその虐待のニュースを見た時にもしそれが私の知り合いの近場の友達やったら、うん、私なんで気づけへんかったんやろうとか、うん、なんか声かけることなかったんかなとか なんかすごくモヤモヤすると思うんですよ。だから何か
そうであってもなかったも何かできることってありますか？でもやっぱりね、うん、その周りの方がそういうふうにこう、なんだろうな、みんなね、あの相互にこう思い合うというか、うん、子育て中のね親同士が、うん、なんかそこはすっごく大事だと思うんですよね、うん、でそれであとはその、まあ、1回目の時かでも、うん、あのねお話もしましたけれども、うん、やっぱりこう相談できる関係性、うん、なんかこんなことあの、ね、私これで今この子がさって言った時に、うん、そんなことしてんのみたいな感じで言われちゃわないかなって思うと相談しづらいじゃないですか、うんうんうん、分かります、うん、だから そこをこう、ね、あの受け止めてくれる関係性というか、うん、すごくやっぱりその、ね、追い詰められたりっていうところにもならないかなっていうふうに思いますよね、うん、だから私どこヨーロッパスウェーデンかどっかってあそこって育児すごい頑張ってるじゃないですか、うん、あの男性の育児休暇の人とかも多いし、うんはい、でそこで聞いたのは、うん、妊娠しました、うん、その時から赤ちゃんなんかそのママの学級みたいなのがあって、うん、生まれました、うん、生まれた後もそのままでみんなで話す時間を持つっていうプログラムがあるんですって、うん、私そういうのをがあったら、うん違うんかなと思うんですけどね、うん、なんか日本ってなんかそういうとこすごく言ったら赤ちゃんこんにちは赤ちゃんみたいになったから私の時生まれて半年以内に行政の人がその誰か来てくれてどうですかって聞いてくれる、そっから先ほどもおっしゃったら全くないじゃなくてずっと一緒にちっちゃい時が一番大変なのにちっちゃい時が一番外に出にくいからその時からなんかできるシステム作りっていうのは日本は作っていかないんですかね。どう思います？で、そうなんがあるだけでちょっと変わってくるんじゃないかなと思うんですけど。そうですよね。うん、でそのスウェーデンも私もあの取材に行ったことがあるんですけど、はい、やっぱりその妊娠中に10回ぐらいかな。うん、なんかその母親あ両親学級、うん、あの向こうはもう両親なんですよ。はい、両親でその地域でね集まって、うん、でそのずっとこうな、まあ、ディスカッションとかしながら、うんまあ、学んで。で、うん、でそれがやっぱりその後の、うん、あの子供生まれた後のね、うん、つながりにもなってるっていう話もありますね。じゃあ逆にスウェーデンとかって虐待少ないんですか？あでそれであの、うん、体罰禁止っていうのがね、日本で、うん、あの今年の4月からスタートしましたけれども、うんはい、あのスウェーデンは、1979年に、うん、あの世界で初めてあの体罰を禁止した国なんですよ。体罰禁止した国って全部でどれぐらいあるんですか？あで日本が、うんそのまあ、今年 の, その、ね、4月から体罰禁止っていうふうになって、うん、でそれがあの一応こうあの全ての人でどんなあの軽いものも暴言も含むっていうふうに、ん、体罰全面禁止国っていうふうに、ん、あの認められている国がどんどん、まあ、スウェーデンが一番最初で、うん、どんどん増えていったんですけれども、うん、で日本が59カ国目になったんですよ。その今年の4月からスタートということでやっとなったんです。なんだろう。でもやっぱそうなった理由の一つって、うん、日本ってなんか叩いて教えるっていうじゃないですけど、うちの父親とかも悪いことしたら別にそれもパチンとかお尻ペンとか、うん、これも体罰なんですよね。そうです。はい。だからこれも体罰なんですよねって聞くってことはこれぐらいは体罰じゃないと思ってる私がいるんですよ。うんだからそれがスウェーデンの人にこれ体罰ですかって聞いたら多分当たり前やんって多分言われるでしょ。今はね今はね今はねなんですよ、うん、だから本当にそこがだから日本ではあの、まあ、体罰禁止入るあの、まあ、それがスタートする前で、うんセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが、2万人アンケートっていうのをやったんですね、はいうん、でそれが、3年前か、うん2017年に調査したんですけれども、うん、それの時にあの子どものしつけに体罰叩くことに必要ですかって聞いた時に6割が必要っていうふうに答えていて、うんはい、実際に手を挙げることがありますかって聞いたところ7割が手を挙げてるって言ってたんですね、うん、でそういうこうやっぱりだからそこって文化だと思うんですよ、うん、今までそういうふうにやってきたし、うん、そのぐらいだったらまあねあの仕方ないっていうか言うこと聞かないときはそのくらいしょうがないよねっていう考え方だったと思うんですね、うん、でスウェーデンでもやっぱり昔はで逆にあのなんだろうヨーロッパとかのね、うん、あのなんだろう童話とか、うん、そういうのの中で言うことを聞かなかったらなんだろうあのこう棒でお尻叩いてたりとかそういう描写がね
出てくると思うんですけれども、うんうん、なのであのスウェーデンでは、1960年代に9割が体罰してたっていうねデータがあるんですよ。だからそもそも日本よりしてた人が多かった国だけど、やっぱりそこからもう本当に何十年もかかって、うん、もう今は、ね、子供叩いちゃダメだよっていう国になっているということですね。なんかすごいというか、何十年もかかるって思うけど、やっぱどっかで3回言ってわからんかったらパチンって叩く自分いるんですよ。パチンとか今も強い弱いか、なんかそんなパチンとかいけんけど、でもそれはええと思ってる自分って怖いですね。なんかだからそれが当たり前っていうふうに思っちゃうじゃないですか、うん、でも結局、でも私はその体罰禁止をずっとね、あの法律に書いてくださいっていう、ね、はい、活動をずっと10年来してきたんですけれども、はい、うん、でそこはやっぱりその、まあ、講座でもねずっと言ってきたんですけれども、うん、叩かない決めましょうって言ってきたんですね、うんうん、で要は、まあ、今までのねお話の中にもありましたけれども、うん、叩くっていう選択肢があると、うん、これね3回言って分かんなかったら叩こうとか、でただパンって叩いたと、うん、でもまた同じことやってると、うん、また同じことやってて、さっきの叩き方が弱いから聞いてないのかなと、もっと強く叩いたらやめるんちゃうかと、叩いた方がいいかなとかいろいろ思っちゃうじゃないですか。はだから結局はでもそれは叩いたから困った行動をやめたりとか、うん、それをこうねそういう風にするわけなんですけれども、うん、それって結局怖かったからとか痛かった、叩かれて痛かったから困った行動をやめるわけですね、うん、でそれ子供の側としては怖いからやめただけ、痛かったからやめただけ、うん、恐怖や不安で支配しコントロールしたっていうことになっちゃう、うん、で本来はやっぱりですね、しつけというか、うん、子供自身が自分で、うん、あここではこういうふうにやった方がいいよねとか、ここでは相談した方がいいよねとか、うん、っていうふうにいろんな人ともコミュニケーションを取りながら、うん、自分で考えて行動できるようになってほしいのに、うん、なんでこれなのって言ってコントロールしてると、うん、結局ね、それをね、じゃあこうやったら怒られないかなみたいな感じで、うん、怖い人に合わせて動くじゃないですか。だからそこがやっぱりその子ども自身が考えて今度行動するように自立ですよね、うん、自立っていうのと怒りしなさいって言って行動をコントロールしてるして、うん、それに合わせて動いてる子どもと全然違いますよねっていうところです、うん、違う、もちろん全然違います。そうなんですよ、分かってるけどできへん時もあって、うんうん、なんか、うん、ですよね。だからね、私ね、その虐待をなくすにはっていうふうに思った時に、高祖さん的に今までいっぱいいろいろな活動されてる中でぶっちゃけどうしたらいいと思います、うん、私は、うん、なんかその、まあ、虐待防止、ね、NPO の活動をして、はい、でそれこそ、ね、虐待かなと思ったら連絡してくださいみたいな感じで、うん、でもやっぱりそもそもその虐待にならない親子関係、うん、虐待な、ね、もちろん虐待になってぽいとかそういう方は通告したりとかね、つないで、うん、サポートしていく、行ってまたその親子関係をね改善していくっていうことは必要なんだけれども、うん、そもそもが虐待にまでいかない親子関係、そういうのが増えていけば、うん、その虐待がにならないよねっていうような感じでお伝えをしてるんですね。で私自身も本当子ども3人いて、うん、まあもう大きいんですけれども、うん、でもね、本当にもういい加減しなさい、まあね、イライラしたりとかいろいろありました。あったんですか？ありましたよあるんだ。でも、うん、そうでもやっぱりそこでもうなんで言うこと聞かないのかしらといろいろあるけど、うん、そう言っても一緒にご飯を食べて、はい、今日もね、そこそこまあいろいろあったけど、ね、一緒にご飯食べて安心して寝られると、うんね、みんな頑張ったねというような感じの、うん、家族、ね、うん、親子関係ができれば、うん、虐待っていうところまでいかないかなというところの思いで、うん、まあ、いろんなところでお伝えしてる感じですね。じゃあね、私が何かできることって思った時に、うん、本当にちっちゃいことかもわかんないですけど、うん、その
ちっちゃい0123ぐらいの虐待が多いっていうならば、小さい赤ちゃんを持っているお母さんとかに声をかけていくっていうのって誰でもできるじゃないですか。それって大切ですかね。なんか日本ってなんか赤ちゃん泣いたらうるさいとか、なんかだから外にも行けなくなっちゃうけど、なんか可愛いねって喋ってありがとうございます、なんかそういうみんなが赤ちゃんを使ってみんなで会話できるのがあれば、ママも楽しくなるし、いや本当それすごく ね大事だと思うんですよ。私まあ、子供ちっちゃい時にね、まあ、海外旅行とかした時に、あ、可愛いねとかって言って、結構すれ違う人が、海外の人すごくいますよね、すごいフレンド、わかる、なんかにっこりね、してくれたりとか、とかね、こうね、手振ってくれたりとかみたいなことがすごくあってたんですよね。だからそこが、まあ、日本ってね結構 みんなも奥ゆかしかったりとかするんだろうけど、別にねそんなにこう、なんだろう、ね、みんなうるさいなとかっていう感じじゃないのに、例えばでも電車でね、それこそこのね ぐずってたら、睨まれたことがありますかね、みんな言うわけですよ。もうねママたちがいろいろ言うんだけれども、なので私一般の方向けのね講座では、まあね、電車でねぐずってる子がいると気になりますよねと、ついつい振り向くこともあると思うんですよ、でも振り向くときはにっこりとっていうんです。わかる。だからこうはって見たときって真顔だから、まあ、見られた方はちょっと睨まれたような気にもなって、ただ見てるだけなんでしょうけどね。でもわなんかうるさいと思われてるのかなと思って、そうそう、にっこりと、そう、ね、わかる、冷や汗出ちゃうじゃないですか。わかります ね、だからそういう風にするとか、あるいはでもたまにねチッとか言う人がいるかもしれないけれども、そこはやっぱりもう全然ね、なんだろう、その人は今日なんかね良くないことがあったんだよと、ね、だからその相手の感情まで受け負わなくて、ね、私は私で赤ちゃん抱っこして一生懸命あやしてますと、ね、頑張ってるんだから、そこはね、切り離して考えようねっていう。だから多分それね正直考えられないんですよ、チッて言われた瞬間、あの人が今日なんか嫌なことあったんやなって絶対思わないんですよ。私は今も私だったから、だからもうチッて言われた横の人が、あの人なんか嫌なことあったから大丈夫って言う人もいてほしいんですよね。ママは多分全部ママ一人でプラスに考えられないから、周りの人がプラスになる言葉をどんどん言っていけば、本当そうです。そうですよね。なんか、そこすごい大事だと思う。大事ですよね。だからその虐待をなくすにはって言ったら、なんかすごい難しいことのように考えんと、もっと別にちっちゃい赤ちゃんいるいない関係なく、人とのコミュニケーションも、例えばですよ、全然知らん人でも朝起きたら、朝すれ違う時に、全然知らんでもこんにちはとかおはようございますって私言っていいんちゃうかなと思うんですよ。本当です、もうね。だから特にね、ご近所だったりとかすれば、あ、こんにちは、おはようとか、大きくなったねとかね、たった一言あるだけで、なんかすごいこう誰かでもこうなんだろう、なんか無関心な、ね、そう感じかなっていうのより、やっぱりこうね声をかけられたりするだけで、なんかこう見守られてる感じもすごくするよね。そうなんですよ。だからなんかちょっとのことやけど、かわいいね、こんにちは、天気ってどこ行くのとか、本当そうです。何でもいいから声かけましょうってことですね。本当ですね。それが、もしかしたら虐待をなくす前に、そのね、ま、イライラがこう、ね、爆発するとかっていうのもちょっとこうね、少しなるかもしれない。だからどうしてもね、虐待のニュースを見るたびに私たち何もできへんっていうのもたくさんいると思うんですけど、何かそういう前段階のことはたくさんできるかもしれないってことですよね。声をかけていこうと。一つ一つのやっぱり、ね、積み重ねだと思います。はい。ね、虐待をなくすってなったらすっごいすごい、もうニュース見たらもうわーっと落ち込むんですけれども、何か楽しく育児できる、ま、ね、パパママができるには声をかけていくコミュニケーションですね、先生。はい。お、もうまず挨拶から。挨拶から、はい、本当になんかちょっとのことがなくなっていくかもしれませんから、皆さんでこれからやっていきませんかということで、今回もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。